はい、今回はビオラパンジーの冬場の管理をお話ししていきたいと思います。はい、昨今ビオラパンジー非常に多くの品種があります。はい、その中で、なかなかね、異常気象だったりとかして冬場ね、関東とか関西とかそれより西の地域で雪が降ったりして、冬雪の下になっても大丈夫だろうか、霜に当たって大丈夫だろうかっていうふうにご心配になる方が多いんですけども、はい、その時の管理ですね、答えはですね、全く何もしなくていいです。はい、私の今こう撮影している場所は岩手県の盛岡市に近い場所、岩手県すごく寒くてね、マイナス15度とか16度とかっていう風になる場合が多いんですけども、そういった寒い地域でも屋外で優に冬越しができるんですね。はい、こう見ていただくと、ちょっと最近雪が積もったんですが、こんな感じで雪の下になってます。はい、だいたいね50センチぐらいの雪、大雪降ると積もるんですが、そんな下の中になっててもビオラパンジーを元気に春になると芽が出てきて花も咲きます。ほとんど枯れることはないです。はい、おそらく雪の下になってればマイナス何度になっても大丈夫だと思います。はい、なので、冬場ビオラパンジーで屋外に出してて大丈夫かっていうのは全くもって大丈夫です。ただ雪が積もる地域の方はビオラパンジー植えた場所が分からなくなってしまって、で雪かきの際にこう株自体を、ね、傷つけてしまうことがあります。そこら辺は注意です。はい、あとはこういうふうに雪が積もってしまうと、寒さにやられてしまうんじゃないかっていうので、うちの中にビオラパンジーを入れる方が結構多いんですけども、うちの中に入れてしまうと日照量が少ない上に妙にあったかいので、ビオラパンジーの株が伸びてしまうんですね。はい、伸びてしまうとそれを戻すことというのはなかなか難しいので、逆に寒い方が地面に近づこうとして背丈を伸びないで冬越しをしようと植物が頑張ります。なのでいくら寒かろうといくら雪が積もろうと、基本的には何もしないでください。はい、まだこれちょっと降っただけなんですけども、花はねちょっとね寒さに当たって傷む場合もありますけども、この株の中で次の花の準備ができてますから、はい、そこら辺は心配なく、何もしない、雪が降ろうが霜が降りようがマイナス何度になろうが何もしないっていうのが重要です。ということで、ビオラパンジーの冬の管理